はい、どうも、ケイキングです。今日はですね、第4次スーパーロボ対戦、続きやっていきましょう。乗り換えね、ちょっと、しました。エマをゼータに。で、ハサウェイ、リガーズに。まあ、ここ変えただけですね。まあ、エマ、一番レベル低かったので、まあ、とりあえず、今ね、一番強い。まあ、改造かなりしてるんですよ。なんで、このゼータ、まあ、乗せたと。はい。まあ、そんな感じですかね。まあ、下の底上げしようかなと。おいみんな見てみろよ。妙なニュースやってるぜ。やってるぜ。いや、新作映画の宣伝かな。どれどれ。派手な戦闘シーンだな。あれあれもしかしてダンバインじゃない？ダンバイン？マーベルさんかな。知ってる人なの？ラーギアス事件の時に一緒に戦った仲間だ。今度は地上に出てきたのか。そういや、ミオが言ってたよな。前にもダンバインが地上に出てきたことがあるって。場所はどこだ？新宿みたいだよ。ブライト、あのダンバインは味方だ。ただ、あの戦ってる相手は敵なのか。おそらく。よし、新宿へ向かう。おそらくやからね。さあ、待ってました。オーラバトラー登場と。ここは地上だ。バイストウェルじゃないんだぞ。それがどうした。で、これなんですが、まあ、ガラリアね、EX。で、仲間にね、まあ、竜の章の仲間になるんですが、で、これでもね、仲間になります。ただ、倒すパターンもあるんですよ。こいつを。仲間にするパターンと、倒すパターンと。で、展開がね、変わってきます。で、倒すパターンだと、エレ。エレが仲間になって、ニーとキーンが仲間になります。あとは、リムル。リムルが仲間になって、ライニックがね、手に入るんですが、5段階やったかな、なんか改造してあるやつが手に入るんですよね。で、仲間にするパターンだと、ガラリアはもちろん入って、シーラと妖精が2体入ります。まあ、仲間にするパターンの方がいいですね。まあ、ライネックの5段階改造結構いいんですけどね。乗るやつがいないんですよ。ニーとキーンがね、聖戦士持ってないので。はい。まあ、とりあえず逃げます。あ、ここやったっけ？アイテム。OK。仲間にするパターンで、行きましょう。仲間にするパターンで行く？仲間に1000パターンでいく。仲間に1000パターンでいくか。ねえ、その方が面白いか。え、そっち行こう。ちょっと変えます。急遽。多分仲間にするパターンのがね、多いと思うんですよ。なんで仲間にしないパターン面白いよね。うん、そうしよう。倒すわ。仕方がない。行くぞ、ガラリア。それでこそ勝負様だ。さあ、来い。セイ。すまん、ガラリア。ちょ、この借りは必ず返す。はい、そして増援。ダメ、勝負様か。シーラもエレもおらんよな。そしてトット。バンサイよ、あれ、ショーだぜ。いいところで出会ったもんだ。ショーザマ。ジャコバ・アオ。さあ、ショーどうするの？そうだな、考えてる。地上で死ねるのも幸せかなって考えることもあるのさ。じゃあ私は不幸な女じゃない。まあ大丈夫やね。はい、行きましょう。じゃあ終了。まあとりあえず逃げたいっすね。ここかな、この辺だったと思います、出てくるのは。なんでちょっとこっちに逃げようかな。こいつらちょっと強いよね。戦いたくないですよね。
はい。じゃあとりあえずこれで。そうか、マーベルか。超ボチューンよ、マーベル。マーベルか。超無事でよかった。ボチューン。ボチューン来てもやね。まあ、どうしようもないですよね。マーベル、まだ生成値ないですよね。レベル20、もうちょっと上したっけかなんかでね、覚えます。だこれ、生成値覚えてないと、だここ使えないですよ。で、まあ、かなりきついですよね。まあ、レベルアップもちろん狙っていきます。マーベルは使っていきます。ちょっとこれ厳しいな。はい。よし、来た。まず下ですね。ただ、リガズイここちょっと使えんな。ちょっとここ無理っすね、リガズイは。あと、魔人が当たんないっすよね、攻撃ね。これ当たんないっすね。ダバはまあ行くか。あと、ゲッターも行く。ザンボットは行きます。この辺も正直厳しいね。もうこれくらいでいいですよね。あとアイテム探しに行こう。ね、それがいいですね、ハサウェイは。はい、じゃあこれで。じゃあ、マークス、マークス。はい、じゃあ、これで OK。いたいた、よ、その名前でしょうか。それともマーベルさん、コジ君か。するとロンドベルのみんな助かったな。チェ、嫌な奴らが出てきやがったぜ。うん、少なくとも相手は敵だ。まあ、まずこの辺を叩きたいですね。とりあえず逃げよう。だガラリア、まあ、撃破ルートをね、ちょっと進みます。まあ、多分レアですよね、こっちの方がね。撃破ルートの方がね。仲間にした方が絶対いいですからね。妖精もね、来ますし。よし。で、これなんか後ろの方から来たよね。これ全員次動いてくるんじゃないこれ。ここか。いや、あいつら結構強いんですよ。集中で当たるかな。当たんないっすよね。当たらんね、集中じゃ。いや、これもっとグッと持っていこうかな。はい、これでいこう。ザンボットで受けよう。まあそのためにね、まあ、改造したので、それでいきたいなと思います。で、あとはまあちょっと待ちます、こっち来るの。はい、とりあえずまあこんな感じでいいかな。やってやるぜ。あと主人公か。主人公ちょっと運びたいよね。ダイモスの上あたりに主人公持ってとこうか。はい、じゃあこれで終了。いや、痺れますね。とっとやるね。そんな削ってくる？いや、さすがっすね。
さすが強いな。どうすかな、誰で使うかな。チャム、まあチャムか、まあ、チャムでもいいけど、まあこういこうかな。はい、とりあえず一回使って、さすがトップやったな。でファも一回使うか、ファで使うか。はい、さあそしてここっすね。ちょっと一気に削っていきたいんですが、改造とかどうなんすかね、こいつら。ちょっと見たいっすよね。弁慶、いや弁慶使うのもったいない。とりあえずちょっと気合2発入れておきます。ブライトでちょっと見よう。一体確認します。1040かで1600でオーラバイヤ持ち、分子持ちとで弱気だ。倒せば倒すだけ気力が下がっていくと。で走行580、まあ強いですね走行は。で空は B か。よし、じゃあもう一気にこれは攻めよう。うん、攻めた方がいいね。とりあえず気合い入れないと話にならないので、まあ気合い入れると。弾空がちょっときついよねこれ。当たるかな。まず当たりますかね攻撃。ああ、まあ当たるか。一応主人公は当たるかなこれ。主人公そんなグッといって大丈夫これ。敵多いよ。 92% か。まあ集中欲しいですねとりあえず。であとはダイモス、ダイモスもじゃあ気合一発入れよう。気合一発入れてここ行こう。で1270、まあとりあえずこれでいきますか。 88% か。ちょっとなんか微妙やね。これどう？あー結構危ないっすねこれね。危ねえか。ザンボット一旦受けた方がいいねこれ。 87%。集中。主人公でこの手前は倒して、まあこれはいきます。はい、行こう。ちょっとまあ倒せるとこはちょっと倒して、ゼータもいけるやろ。ゼータいけるでしょこれ。よし、ゼータは行こう。であとは探索か、ちょっとやっとこう。おここか、わかりやすいですね。そして上、あ分かりづれ。ここはそうか、あんなとこにあったか。あとはさらに使おう。あーその角か。まあブライト運びますか。ここちょっと厳しいですしね、ブライトね。
ビーム効かないですからね。下か。あ、そこ。オッケーオッケーオッケー。よし。じゃあ、行きましょう。倒していこう。ダイモスか。もう一発入れたいけど、厳しいな。ザンボット一気にね、ちょっと運びます、これ。こっちに。この辺までね、ちょっと行きたいなと思います。はい、倒す。倒しとこう。まあ、こいつら気力下がってきますしね。あとは、やってやるぜで行った方がいいな、これ。必中持ってる。を使おう。もったいないか？いや、でも一体でも倒したい、俺は。熱血に一体撃ちたいな。必中。集中か。いや、もう一発入れるわ。で、集中でいこう。のダンク砲で。これいけるやろ。頼むぞ。うわ、怖え。ピッチの方がよかったか。いや、当ててくれる。やってやるぜ。よし。後ろのドラムロー改造してありましたね。1900になってましたよね、HP ね。この辺は1600ですけどね。120。ただ狙われるとまずいか。そんな強気ではいけないですね。カミーユも、ちょっと一応集中かけときます。まあ、敵命中も高いですしね。ショー。マーベル。まあ、この辺はちょっと厳しい。で、ゲッターはひらめき。ひらめきか。まあ、ゲッターとこには来ない。はい。じゃあ、これでいいです。終了で。さあ、まずはアイテム回収いきますか。まあ、とりあえずここ取るか。加速。この橋ですね。ここやね。あ、オッケーオッケー。で、ここですね。よし。
さあ、あとはこいつらをね、倒すだけと。てか、ほとんど、まあ、1600でしたね、HP ね。1体だけか。1900やったやつは。はい、こう。どうすかな。レベル14やね。まあ、どれでもいいですね。とりあえず、倒します。当たるやろ。OK。まあ、さすがダバやね。よし。ただ、もう一個ね、アイテム取りたいので、まあ、ここはね、とりあえず、エマ、貫けるやろ。オーラバリア。98%。いける。うかつな。いける。よし。あともう一体エマで倒して、よし、いいね。レベル9。一気に。何も覚えてないですね。あとはこっちをどうするか。まあ、やっぱ7かな。7で1体持ってこう。これ改造してますからね。はい。まあ、いけるでしょ。あ、7で2体持ってくか。それか、神湯か。神湯のがいいか。ファのレベルちょっと上げたいっすよね。はい、倒そう。ただ、マーベルでも倒したいんですよね。よし、オッケー。マーベルがレベル13か。いいか。はい、じゃあとりあえず終了で。よし、じゃあアイテム取りに行きます。ここやったね。ここ、 OK。これで全て回収できましたね。はい。できました。完璧。じゃあ倒そう。はい、メガネ持ってこう。やっぱエマ優秀っすよね。使いやすいよね。まあ、しっかりね、当ててくれますし。よし、レベル10。なんか覚えたかな？集中？これはいい。これは使いやすい。集中かけて、敵陣突っ込めばいいですからね。もうそれで一気にレベル上がりますね。よし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 。はい、じゃあ、倒します。OK。ファがね、こう覚えたと思うんですよ。だいぶ使いやすくなるんですけどね。はい、終わりと。やったー。ビルバインはどうしたんだ。オーラコンバタに異常があってね、修理に出してると。その間に今地上に出てしまった。手伝ってもらえませんか。まあ、ブライトはいなかったですからね、 EX の時。海と陸の間にある世界。まあ、別空間ね。
全てのオーラマシンが、地上に出てしまった。まったくどうしてこう次から次へと問題が、ね、敵が多すぎるよね。はい、ということで無事、まあ、クリアと。ショーが来ましたね。さあ、あとは、ダバか。まあ、ちょっとアーム上げときますか、次は。まあ、もうちょいダバね、上げてもいいですけどね。まあ、ちょっとアーム上げてしまおう。で、そのまま絵までいきます。ファがレベル10まで来たか。ハサウェイはまあリガーズできます。まあ、とりあえずここは OK かな。はい、ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。